ホッケアハゲリスファ269ホッケアハゲリスファ269ホッケアハゲリスファ269は第二次世界大戦時のドイツでハインリヒホッケにより設計されたティルトローター垂直離着陸実験機である。ホッケアハゲリスファ269ナチスドイツのティルトローター機ヘリプレーンは短座戦闘機として構想され、 ファ269計画は1941年にドイツ航空省からフォッケ・アハゲリス社に出された設計研究発注から生まれた。この発注は強度防衛戦闘機と呼ばれ、ヘリコプターの V トール性能と従来の固定翼機の速度、経済性を複合したものであった。変速機、ドライブシャフト、動力伝達機構の開発作業とともに膨大な、 呂の風洞試験が実施され、実物大モックアップが制作されたが、その大部分は連合国軍の爆撃で破壊された。1944年に、フォッケアハゲリス社が実用的な試作機は1947年以前には完成しそうにないという予想を出した結果、すべての開発作業は棚上げされた。1950年代初めに、ブラジルの中央航空技術研究所は、 ハインリヒホッケを雇用し、固定翼垂直離着陸機のコンベルティプラーノの開発契約を結んだ。コンベルティプラーノは、スーパーマリンスピットファイアマーク15の胴体と主翼を流用しており、この機体は一機だけアルゼンチンに納入された販売見本であったらしい。英国がもともと計画されていたアームストロングシドレーダブルマンバエンジンの供給を拒否したことで、 その代替案として、ロッキードコンステレーション用の 2200HP の、ライト R-3350 エンジンを、胴体中央に搭載するように変更された。この搭載エンジンの変更により、重量と振動が増大し、変速機を再設計しなければならなくなった。およそ40名の人員と800万ベイドルが、コンベルティプラーノの開発に投入され、 開発中に300回以上の離陸を記録した。重翼単容器の FA269 はコックピット背後の胴体内に内蔵した BMW801 空冷製型エンジンが固定翼の前縁内を貫通するドライブシャフトを駆動し、そのシャフトが左右で同調した変速機を介して左右おのおのの3枚ブレードのローターを回転させた。機体が離陸するときに ローターは回転する延長軸で80度下方に向きをに変えるので水力線は地面に垂直になりヘリコプターのローターと同様に機体を上昇させる。ファー269は非常に長い降着装置により中期中は大行角を取る姿勢になるように考えられていた。垂直に離陸するためにブレードが地面と平行となるようにローターを下げ離陸後に通常の飛行状態に遷移するために ローターの延長軸は後方に引き上げられてから推進式のプロペラとして機能したエアーインターナショナルジャニュアリー1975よりありがとうございます。